小田急4000系電車、小田急4000系電車、小田急4000型電車は、小田急電鉄、小田急で2007年以降に運用されている通勤車両である。設計当初東京地下鉄、東京メトロ千代田線直通用の車両として製造された車両で、現在は東日本旅客鉄道、JR 東日本常磐観光線にも直通、東日本旅客鉄道、 JR 東日本 E233 系電車を、米として可能な限り E233 系の使用のままで導入を行っており、それまでの小田急の通勤車両の車両に対する考え方を改めた箇所がいくつか存在する。小田急では、編成表記の際には、新宿より先頭車両の車両番号、新宿側の先頭車車号、両数という表記を使用しているため、 本校もそれに習い、特定の編成を表記する際には、四千五十六十のように表記する。また、特定の車両を表記する場合は、車両番号から、出波四千二百番台などのように表記する。小田急では千代田線乗り入れ車両として、従来、線型を運用してきた。しかし、同形式の乗り入れ車両の一部には六両編成と四両編成を、 閉結した重量編成があり、このタイプの編成は2003年に発生した韓国、手口地下鉄放火事件の教訓から、地下鉄線内の緊急時における乗客の避難に支障が生じる可能性が指摘された。このため、万が一の避難を考慮した重量固定編成で、運用をすることを必要とされたため、本形式の製造が開始された。また、 小田急では2001年から2006年までに標準型車両として3000型を増備し、2600系、ネ車、初代4000系、9000型を置き換えていた。さらに5000型を置き換えるための車両として、3000型で進められた標準設計をさらに推進するとともに、運行障害の低減を目指して、主要機器や回路を二重系とするとともに、 バリアフリー化の推進を図ることになった。こうして JR 東日本 E233 系をベースとして故障に強い車両と人と環境に優しい車両、車両の安全性向上を目指して登場したのが4000系である。本説では登場当時の使用を基本として増備途上での変更点を個別に記述する。更新による変更については 遠隔で講述する。4000型は全長20メートルの車両による重量固定編成で製造された。形式は先頭車が制御車の区派4050型で、中間車は電動車の出波4000型と付随車の左派4050系である。車両番号については、端末の編成表を参照のこと。 それまで小田急に存在した重量固定編成の通勤車両では4両固定編成と6両固定編成を連結した重量編成と同様に検査時に新宿側4両と小田原側6両に分割する仕様を基本としていたが4000型ではこれを改め検査時には4号車と5号車の間で新宿側6両と小田原側4両に分割する逆重量を基本とした 先頭車は、車体長 19,700mm、全長2ミ1 5 0 m m 中間車は、車体長 19,500mm、全長2万 mm で、車体幅は千代田線乗り入れに対応した 2,770mm とした。車体は、ベースとなった e 三十三系と、同様、大枠、構えからだとも、ステンレス構成とした、オールステンレス車両で、 車体強度の向上を図るために構え対決合部へのリング構造の採用や側面の柱、屋根材の板を厚くしている。車体断面は大枠上面から車体内側へ向かってわずかに傾斜した台形断面構造となっている。屋根上では小田急線内用の空間破無線 SR アンテナのほか、製造当初より JR 専用デジタル無線アンテナの取り付け台座2機が 準備工事されていた。その後、取り付け。前面は5万系ファシア車のデザインを担当した、岡部の明が監修した小田急オリジナルのデザインで、車掌台側に非常用貫通路を組み込み、全体に丸みを持たせた形状とした。前照灯は、小田急の通勤車両では初めて、ディスチャージヘッドランプが採用された。前面ガラスは、厚さ1 2 3、mm、の合わせ強化ガラスで、 中間膜3枚を挟み込んだ上に飛散防止フィルムを室内に貼ることで乗務員の保護を図った。側面客用扉は各車両とも4箇所で、天地寸法は 1850mm で扉幅は 1300mm とした。扉中心間隔は通勤・近郊電車の標準仕様ガイドラインに準拠した 4820mm であるが、 先頭車の乗務員室側の1箇所は 4780mm としている。側面窓の配置は、扉間の窓が幅 1890mm で一台加工窓と固定窓の組み合わせ。車端部の窓は幅 700mm の一段加工窓である。すべての側面ガラスは UV IR カット熱線吸収ガラスとし、客用窓のロールカーテンは省略されている。前面。 側面とも、種別、行き先表示器は、フルカラー LED 式で E233 系と同一寸法である。日本語と英語を交互に表示するほか、小田急では初めて次の停車駅名も同時に表示する、こととした。車体に入る帯は、それまでの小田急の通勤車両と同様に青色系を、踏襲したが、3000型まで採用されていた、ロイヤルブルーではなく、 ユリ祭りの色をイメージしたインペリアルブルーの帯とした。地下鉄への直通時を考慮し、車内は暗く感じないような配色とした。また、優先席周りと一般席部分の客室では配色を変えることで識別が容易にできるようにしている。座席はすべてロングシートで、客用扉間に7人掛け、客用扉と連結面の間には3人がけの。 座席が配置される。座席は一人当たりの幅を 460mm と設定し、優先席周りは青系の色のノ淡、タン、一般席は赤系統の色のノ淡タンとした。座席形状や握り棒の配置は E233 系と同一であるが、扉脇の袖仕切りの形状は E233 系とは異なっている。 先頭車の座席のうち、乗務員車掌台側直前の箇所は、車椅子スペースを設け、車椅子利用がない際に使用するための3人掛け、収納式座席を設置したが、2009年の、造備車からは、収納式座席は廃された。車内の化粧板は、白系とし、床は、優先席周りは青を基調として、それ以外の床は赤を基調とした。また、 扉付近の床滑り止めや扉の先端には警戒色である黄色とした。扉の開閉時にはドアチャイムの明動とドア開閉表示等を設置する。吊り革は優先席付近は黄色、それ以外の場所は白色とした。また座席前の吊り革の高さは 1630mm を基本としているが2011年の増備車、三次車までは一部の 釣り革を 50mm 下げた 1580mm としていた。車内案内表示装置は各扉のカモイ部分に15インチ液晶ディスプレイを設置し、ティビオスによって列車種別、行き先、停車駅、駅構内図や輸送障害の情報などの表制御が行われる。また、四次車となる406050からは17インチの液晶ディスプレイを2機搭載し、 右側にはティビオス、号車表示なしの新タイプを、左側には小田急では初めてのトレインビージョンを採用した。運転台は3000型に引き続き、主管制御機にブレーキ設定機と一体化した左手操作型、ワンハンドル式が採用されたが、操作部と制御部を独立させたロータリーエンコーダ方式となっている。 運転手の異常時に対応する機器として EB 装置を導入した上で、主ハンドルは手を離すと、節位置かブレーキ位置に戻るオートリターン機能が採用された。また、指定の速度域、時速 15km 以上で立行4ノッチから立行2ノッチにハンドルを操作することで、低速制御が可能な仕様となっている。運転席の位置は三千型よりも足元位置基準でメートル。 高い 335mm とすることで、運転席からの見通しを改善するとともに、踏切事故などで運転支救護のために、運転席背面には非常用貫通構造が採用れた。軽基板には運転士知らせ等と時計置きを中心とし、左側に小田急用保安表示等、圧力計、速度計を配置し、右側にモニタ表示機、 列車無線ハンドセット、運転士用マイク、東京メトロ専用保安表示灯を配置している。各種スイッチ類は、運転士が頻繁に操作するものは、運転席に座った状態で、右手が届く範囲に配置し、逆に通常は操作しないスイッチ類は、離れたところに配置することで、取り扱いミスの防止を図っている。車掌スイッチはひねり押し上げ式、フック式で、 小田急では初めて間接制御式、リレー式を採用しており、終着駅折り返し時の操作を不要とした。扉の操作は、小田急線内ではと閉会所ボタン操作後に、車掌スイッチを操作するが、東京メトロ線内ではと閉会所ボタンを使用せず、そのまま、車掌スイッチを操作できる方式としている。3000型に引き続き、車両の情報を管理するシステムとして、TIS。 列車情報、小田急型管理装置が導入され、車体の配線削減を図っている。E233 系と同様に回路を2重系として、運行障害の低減を図ったほか、車両間の転送速度を 10Mbps とし、車両管理のためのデータをより高速に送受信する、ことを可能とした。また、4000系のティスでは、車両統合管理機能として、 立行やブレーキ操作の指令を TIS 経由により、編成全体で最適化を行う立行、ブレーキ制御 TIS により、改正ブレーキ遅れ込め制御の最適化を行う改正ブレーキ M 車優先制御、機器の削減のため車両搭載の空気圧縮機、制御用及び空調装置用の軌道指令を TIS から行うコンプレッサー軌道制御のほか、後述する編成滑走制御を有する さらに乗務員支援システムとして、入庫の際の作業となる静止系インバータ停止、電動空気圧縮機停止、終電装置効果、バッテリー遮断の操作をスイッチ一つで行うことが可能な自遮断機能、前述した EV 装置、客用扉が開いている際に、主ハンドルがブレーキ位置以外の位置となった際に警告音声を発する車両転動防止支援機能、 次の停車池を予告するとともに編成量数も表示することで停止15人の防止を図る停車予告、車両執行時の点検作業をティスにより自動で行う起動試験を除く自動執行点検のほか研修員支援システムとして車両留置状態での車内案内表示装置、自動放送装置の動作状況を確認する模擬走行機能、 性能確認試運転時において、TIS 中央演算装置にパソコンを接続することで、ソコンに車両性能を収集させる、ランカーブデータ出力機能、定期検査項目を TIS からの指令で自己診断を行う、車上試験機能といった機能を実装している。形的には、空気笛は O マイナス 5C 型、電子笛には、 ヤワタ電気産業製のやマイナス92119型が搭載された。保安装置は、小田急線内で使用する OMATS 装置、地下鉄線、JR 線内で使用する車内信号式、自動列車制御装置のほか小田急線内で新しく採用された DATSP も搭載した。制御装置は三菱電機製の IPM イベット素子に、 レベル方式の VVVF インバータ制御装置、容量 3300V、1200A である、MAP-198 から 15V172 型が採用された。インバータ1機で、手電動機4台を制御するユニットを1軍とし、1台の装置の中に2軍の機器を収めているもので、デハ4000番台、デハ4200番台、デハ4400番台の車両に搭載した。 PG センサレスベクトル制御方式を採用しており、電力改正制度は停止直前まで機能する、純電気ブレーキ制御を有する。素子の冷却方式は、走行風によるもので、冷媒には水を使用する。装置には、時速 15km 以上の速度域における低速運転機能と、時速 30km 以上の速度域における、そもそも速ブレーキ機能を備えている。 主電動機は三菱電機製の外線式前、密閉加護形参照誘導電動機である、出力 190kW のメガバイト -5123A 型を採用し、波数比を3000型よりさらに低い96、17に設定した。主電動機単体の騒音試験では、従来の開閉系誘導電動機と比較して、約9デシベルの騒音低減が確認された。 駆動方式はこれまでの通勤車両と同様の WN ドライブである。制動装置、ブレーキは改正制動併用全電気指令式、電磁直通制動とした。TIS によって編成全体で制動力の管理を行う方式で、小田急鉄道総合技術研究所、三菱電機、筑波大学が共同開発し、編成滑走制御を導入している。 基礎制動装置は、電動車がシングル式、片押し式のユニットブレーキで、制御車と付随車においては、通勤車両では初代4000系以来となるディスクブレーキ、ツンディスク式が採用され、ユニットブレーキとの併用としている。制御車においては、台車単位でブレーキ制御装置と供給ダメを搭載し、踏切事故などで先頭台車の機器が破損した場合においても、 先頭台車のブレーキのみを開放することで、編成全体のブレーキ力低下を最小限に抑えることを図った。台車は東急車両製造性の軸量式、軸箱支持方式ボールスタレス台車を採用した。電動台車が TS-1033 型と TS-1033A 型。付随台車は TS-1034 型と TS-1034A 型である。 電動台車の内では4300番台に装着される台車は軸バネが異なるため TS-1033A 型、戦闘車の前くらい、即台車については駐車ブレーキ付けとしたため TS-1034A 型と、それぞれ別形式の台車となった。床下機器配置については、それまでの小田急の車両とは制御装置や空気、制動機器の配置を、 進行方向を基準として左右逆に配置したほか、電気回路の線番号は E233 系と同一しようとした。都平装置には小田急では初めて電動スクリュー軸式が採用された。車内保温のため片側4扉のうち3扉を締め切る3、4兵扱い機能を有している。終電装置、パンタグラフは 東洋電気製造製のシングルアーム式の PT7113B 型を採用、デハ4000番台、デハ4200番台、デハ4400番台の車両に設置した。船体は、降雪時の着雪量低減を図るため、強度を上げながら、枠を薄くしたアルミニウム製とし、開きを終電装置の台枠に直接取り付けた。パンタグラフには上昇検知装置を設けており、 運転台のティス、モニター画面で上昇、加工状態を確認可能としている。冷房装置については、冷凍能力5万キロカロリー、H58.14 キロワットの三菱電機、m a マイナス720系集中式冷房装置を採用した。冷房装置などのサービス機器に電力を供給する、補助電源装置は、出力269バのイベット、 組織式静止系インバータをデハ4100番台、デハ4500番台の車両に搭載した。装置は、故障時の上調性を高めるため、一部の回路を二重系とした、大気二重系方式である。電動空気圧縮機については、小容量のスクロール圧縮機を3台1ユニットで構成する、マルチコンプレッサーシステムを、採用、参照、交流 440V で駆動する。 低層オンスクロール式の音部 -1600Y に掲載用した。2007年度に導入された車両ではクハ4050番台、サハ4350番台、クハ4550番台の車両に搭載したが、2009年以降の造備車両ではデーハ4100番台、サハ4350番台、デーハ4500番台の車両の搭載に変更された。連結機は、 先頭車全部が密着連結機、それ以外は基本的に半永久連結機である。ただし、T1 車と T2 車の間は設備上の関係で、検査時は6両と4両に分割可能にするために密着連結機とされているほか、下半型の運転台ユニットを設置することができる。このほか、5号車に当たる左派4350番台には、 地下鉄千代田線用の誘導無線送受信機と、誘導無線アンテナ、側面空中線、床下空中線が設けられている。非常用はしごは、各戦闘車の乗務員室に補助腰掛けを兼用したものを設置したほか、手波4300番台、左波4350番台、左波450番台の床下にも非常用、はしごを収納した。 2007年9月22日から、小田急線内で運行を開始、同年9月29日からは、千代田線直通列車での運用も開始された。2007年12月10日に竣工した4056、10は、小田急の車両としては初めてとなる JR 東日本、ニーツ車両製作所、現、総合車両製作所ニーツ事業所制となった。4000系の投入が進められ、 千代田線直通列車はすべて重量固定編成化されたため、それまで千代田線直通列車に使用されていた線形のうち、4両固定編成と6両固定編成を連結して重量編成を組みしていた車両は、ATC 装置を撤去の上で、地上線運用に転用され、5000系、5200系のトータが進められた。その後も4000系の増備は進められ、 2010年までには、線形の重量固定編成運用は、千代田線通列車から外れ、直通列車は4000型のみの運用となった。常磐線、常磐観光線のみの運用も含む、千代田線直通、千代田線のみの運用も含む運用以外にも、小田原線、江ノ島線で、急行や、快速急行、多摩線の各駅停車など他の重量固定編成と一緒に、 幅く運用されている。なお、有効庁の関係で、新宿駅発着や江ノ島線、小田原駅発着の各駅停車には充当されない。常磐線への直通では平日のみ観光線の終点である取手にも乗り入れる。取手は茨城県であり、同県は関東地方では唯一大手私鉄の路線が存在していないが、直通という形で小田急の車両が 取り手まで走るようになったため、当車両は東京メトロを除いた関東大手施設の車両では唯一茨城県に乗り入れる車両となった。2007年時点では小田急での優先席設置位置は各車両の新宿側車端部であり、車両外接の不死で述べた優先席付近の色分けもそのようになっていた。しかし、2009年3月に優先席の位置を 各車両の小田原側車端部に変更したが、内装材はそのまま損置された。2009年度には二次車となる4編成、4058、10から406110が製造された。この2009年度以降の増備車では、優先席付近の色分けも当初より、小田原側車端部で設定されている。2010年度には三次車となる2編成、4 6 2 10.40630が製造された。2011年度には1編成406410が製造された。この編成も3次車に分類されている。2012年度には4次車となる1編成406510が製造された。この年度からは鉄道車両では初となる超高機能付きの LED 照明が導入され、車内 LCD が 横長の2画面に変更されている。また、優先席部に位置する LED 照明は、電球色として一般席との区別がされている。ぶつかりやすいとの声が出たため、1630mm と 1580mm の2種類、あった釣り革の長さが 1630mm の1種類に統一されている。その他、連結面より座席部のに落下防止板を、 取り付けた。4 0 6 5 0は、総合車両製作所横浜事業所から小田急に、納入された、最初の車両である。なお、初期の編成も順次、車内 LCD が4 0 6 5 0に順じたものに、変更されている。2013年4月から常磐観光船乗り入れに、備えた、改造工事が順次実施された。2015。 平成27年9月27日には4064、10が松戸車両センターへ改装され、9月29日に常磐観光船アビコまでの試運転が施された。その後、2016年3月26日から常磐観光船での営業運転を開始した。2016年度の鉄道事業設備投資計画において、 2012年度以来4年ぶりとなるゾ備ビ、重量1編成が発表された。2016年12月20日に、ゾ備ビ車である4 0 6 6 0が J トレック、横浜事業所から出場、エビナまで輸送された。なお、2018年3月現在、運転台の構造がそれ以前の編成と異なるため、小田原線内の海の運用に入っており、千代田線及び、 常磐線には乗り入れない。2016年9月10日には、乗り入れ先の常磐線松戸車両センターにて、長岡車両センター所属の EF64 型1032号機、ベースとなった E233 系の検員機能付き、との並結試験が行われ、11月4日には、406010が EF64 型1031号機検員で、千代田線で、 導入予定のホームドア関連の改造などを行うため、事前に改装してあった松戸車両センターから大宮総合車両センターへ配給へ送れ、2017年1月12日に大宮総合車両センターから出場した。大手施設の通勤型車両が JR の工場へ入場するのは極めて珍しい。その後も大宮総合車両センターへの入場は引き続き行われている。 2017年11月1日にハイアットリージェンシー東京で行われた2018年3月の新ダイヤ発表記者会見においてダイヤ改正に伴う輸送力増強用として増備を進めていると発表された小田急線内では各駅停車は8両と6両での運用のため10両編成の4000型は優等列車のみの運用だったが2018年3月のダイヤ改正で 千代田線直通列車に各駅停車も充当されたことから、小田急線内で各駅停車として運用されるようになった。ただし、江ノ島線系統、箱根登山線直通には使用されない。また新宿発着の各駅停車には、代々木八幡のホーム有効長延長工事が完成する2019年3月より運する予定である。編成別の製造次については、 前日を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。